はい、どうも KTC 放送局の、園長です。はい、こんばんはね、今日ですね、まあ職場のってか会社のね、食堂で、めっちゃムカつくことがあったんですよ。ツイッターに書き込んだんですけども、ね、食堂1個しかレンジないんですよ。1個しかレンジがね、すごいね、いろんな会社が入ってる食堂なんで、まあすごい人数がいるわけですよ。でも1個しかレンジがないんですよ。あ、なんかね、ないんすよ。でね、俺が弁当チンしようかなと思って、弁当チンしようと思ったら、住んでのところで、あのおばはんがですね、まあレンジに弁当、自分の弁当入れたんですね。あ、しょうがないと思って、俺はその間にスープにお湯を注いで、まあお弁当をとりあえずテーブルに戻ったわけですよ。ね、おばはんね、レンジにね、弁当突っ込んで、そのままどっか行っちゃったんですよ。したら、売店に入ったわけですよ、売店に、おばはんが。売店。お、売店入ったなと思って、どんだけ長い時間チンするのかなと思ってね、まあまあまあいいやと思って、俺ぐるぐるスープかき混ぜてたんですよね、スープパスタをね、弁当とスープパスタ食ってるってね、増量券なんですよ。で、まあおばはんはね、売店で買ってるわけですよ、見えるから、あのシースルーだから、でまあレンジマスターわけですよね。でティーンってなるわけですよ。お、やっとなったよと思って、早くチンしないと俺も時間かけられてるからさ、もうその後もう外出なきゃいけなかったから、早くしてくれいいと思って、チーンなってから全然来ないの、おばはん。何やってんのあいつ思ったら、あいつもうふざけてんの、もう売店のおばはんとおばはん話してんすよ。もうおいおい、お前弁当よ、お前レンジ突っ込んで、お前何やってんの、チンなってんじゃねえかと思って、まあまあ、ね、ここでもさ、おいてめえチンなってんぞこの野郎、おいチンチンなってんの、チンチンこの野郎、お前女のくせにチンチンこの野郎って言おうと思ったけど、でもね、みんなの会社で言ったらね、もうね大変なことになっちゃうから、まあ僕は黙って我慢したわけですよ。早く来てくださいと思ってね、待てと暮らせとババア来ねえわけですよ。なんか、食堂の、でね、その食堂でね、その売店のおばはんと会話しては、なんかゲラゲラ笑ってね、ポテチ見たり、いろんなアイス見たりとかしてんのね。お前、いつ来んだよ、こいつ思って。で、やっとこっち来たと思ったら、そいつあろうことか、スープにお湯入れ始めて、おいおい、待て、まず、チン!ね?レンジから弁当店に取り出すの先だろと思って。ね?で、待つわけですよ。こいつ、チンになってから、もう3、4分取らねえの。1個しかレンジねえんだよ。で、やっともうムカつくからずっと待っててさ、レンジからすごい近かったから俺、あーと思って弁当があって、もう手に持ちながら、もうアピールしてんの俺が入れてんだよってみたいなね。そしたらおばはん来て、やっとでガチャン開けたと思ったら、なんかめっちゃまたドヤ顔しながら、何そのドヤ顔、なんでそこでドヤ顔ができんの、なんで俺がなんかムカつくことされるババアって、あのもうみんなもうなんだろう、ドヤ顔をしていくっていうかさ、意味がわかんないよね。そこのドヤ顔、そこのタイミングでドヤ顔ってどういうことっていう、どういう感情の動きしてんのそれって思わない？不思議だもんね、もう。その感覚不思議じゃない？何私してやった、なんかしてや、ドヤ顔っていうかしてやってやり顔みたいな。ははーみたいな。私長い時間ぶっこんで、その間コンビニでおばはんと楽しい会話楽しんで、あげくスープにお湯入れてから、私弁当取り出しましたけど何かみたいな。その間みんなのこと待たしてましたけど何かみたいな。私が先に入れたんだから私の自由でしょ、変わってるでしょ、はーみたいな。なんで？どういう感情の動きだ、もう不思議だよ、もう。その感覚がもう不思議すぎて、もう、しかも、なんでドヤ顔なん、それ。いや、その感覚、もう意味が全然読めないんですよ、もう。もうニュータイプのね、アムロでも読めないっすよ、その感情は。もう、どういう感情の動きしてんのかな、もう。めっちゃムカつくよね、本当に。読めねえんだよ、その感情の動き。もうね、お前が25年前に学校の校庭におそらく埋めたであろうタイムカプセルの中身とその弁当を何らかの超常現象の類の力で入れ替えて、カプセル開けた時のてめえの絶望と驚愕に満ち満ちた、アンディ服のかかと落とし食らったような高野花みたいな顔に、俺のシンボルから放出される聖なるイエローウォーターぶっかけて、見たこともないような地球外生命体とも受け取れる奇妙でおとましい花を咲かして、その姿を見たお前の息子であろう少年があまりの母親の変貌ぶりに腰を抜かすと思いきや、突然のムーンウォークにより渋谷のスクランブル交差点を奇跡的な信号無視で渡りきり、見たこともないような地球外生命体とも受け取れる奇妙でおぞましい面をした女子高生に、好きですて僕と結婚してくださいですてとプロポーズを成功させるや否や、すでに奇妙でおぞましいお花というか未来植物に体の大部分を侵食された貴様の虫の息の体から、ひときわおぞましい花を摘み取り、高らかに天にかざすと、急にあたり一面が、それはもうベルセルクの食のような、ただ一言絶望と呼べるような暗黒世界に変わり、地球アンブロシブのスクランブル交差点から世界が読み解き出して、そこからもう殺戮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 密度驚きですみたいなことになって、世界の人口が1億分の1になってしまったのはもう貴様のせいだっていう、このセリフをそのおばはんがレンジに入れて弁当待ってる間にひたすら書き込んでました。
こうレンジ待ってる間に考えてました。こんなくだらない人間なんです。